パク・ジェボムは韓国で活動する韓国系アメリカ人歌手。2008年から2010年2月まで韓国のアイドルグループ、午後2時のリーダーとして活動していた。2010年2月に午後2時を脱退し、同年7月からシダス HQ に所属し、ソロで活動を再開。契約終了後、2013年に自身の会社、エイウエンゲを設立。CEO として、 クルーを率きながら自らもアーティストとして活動している。2017年、新たに別のレーベル H1GHR ミュージックを立ち上げた。地元シアトルのダンスチームに所属し、ブレイクダンスを得意としていた。ピノファンであった母の勧めで、アメリカのジャイプオーディションに参加。そこで、プロデューサー、パクジニョンの目に留まり、練習生として2005年1月に韓国へ、 韓国語の習得と歌唱練習に4年を費やし、2008年に午後2時のリーダーとしてデビュー。2009年9月5日、ゼボムが練習生時代にアメリカのウェブサイトマイスペースに当時の韓国での厳しかった生活に対する文句を書いていたことが一部のネットユーザーにより明らかになり、その内容が韓国と韓国人に対する悲劇だと誤訳され、韓国で論議になった。 ジェボムはこの日午後12時3分、午後2時のファンカフェに謝罪文を掲載。約2時間後の2時56分には、当時の彼の事務所であった JYP 側で追加謝罪文を掲載した。しかし、彼への批判は収まらず、9月8日12時頃午後2時から脱退するとファンカフェを通じて明らかにし、同日午後6時30分のシアトル行飛行機に乗ってアメリカに帰国した。 問題の文章は、一人でアメリカから韓国に来て韓国語も話せず、文化に馴染めなかった時期に書かれたものであり、一部では、ジェボムが復帰するまで午後2時の CD などの関連商品を一切買わない、支持しないというボイコット運動も行われていた。しかし2010年2月26日、ジャイプよりジェボムの解雇が正式に通達された。アメリカシアトルに戻り、ビーボーイダンサーとして、 ブレイクダンスチームアムで活動する一方、ソロとしても活動をスタートさせたジェボムは、B.O.B. とブルーノ・マーズの曲、ナッシン・オン・ユーのカバーを YouTube で発表。韓国では、B.O.B. が J.Park バージョンをリリースし、また、ジェボムもカウントオン、目と題して、自身のカバーを発表した。またこの頃からアムの仲間だったチャチャマローンが、作曲家、プロデューサーとして、 活動を共にするようになった。2010年6月、再びソウルに戻ったジェボムは7月し出す HQ と契約、韓国での活動を再開する。2011年4月、ミニアルバム、テイク、エーディパールックを発表。テディライリーが、コマイケル・ジャクソン用に制作していたという曲、デーモンをリリース。2012年2月には、ファーストアルバム、ニューブリードを発表し、 韓国チャートで1位になった。2013年、サタデーナイトライブコリアに、レギュラー出演しコメディもこなす一方、チョアが大ヒット。名優ド国クニとの親交も深まる中、ジェボムは、ド国クニの運営するレーベル、リアネアレコーズへの所属を希望するも、断られ、結果として自らレーベルを設立することとなる。2013年9月、英雄演芸が創立された。メンバーは、 アムからのダンス仲間で、プロデューサーのチャチャマローン、シンガー兼プロデューサーのグレー、作曲家のジュングーン。レーベル名、エ雄ウ芸ンゲは、シアトルで所属していた、ブレイクダンスチームアムから発展させたもので、Always on my grind, above ordinary music group という意味を持つ。2014年3月、ラッパーのサイモンドミニクがエ雄ウ芸ンゲに、ダブル CEO として迎え入れられた。 その後2年間で、アグリーダック、ロコ、エロ、フーディー、DJ プンキン、DJ ウェゴンが英語演芸に参加する。2012年から放映がスタートされ、シーズンを追うごとに人気が増している、ラップオーディション番組、ショーメザマネーのシーズン4プロデューサーに就任。審査員でもあり、自らもパフォーマンスを行うが、このシーズンでは優勝に至らなかった。ラップアルバム、 ワールドワイドをリリース。前作から1年も経たないうちに、ラップをたくさんしたから、今度は歌いたくなったと、アルバム、e v e r y グユ i n g You n e をリリース。アルバムは、コリアンミュージックアワーズの2017ベスト、R&B& ソウルアルバムを受賞。アーティストとしても、2017アーティストオブザイヤーを受賞。また一方では、バスケットボールバラエティ番組、 ブザービーターにプレイヤーとして出演するなど幅広く活動。2017年7月、ラッパー JZ が率いるレーベル、ロックネーションとの契約を発表。アジア系アメリカ人としては初めてとなる。2017年、普段から交流のある若いラッパーや作曲チーム、シアトルのラッパーたちをメンバーとして、韓国とシアトルに拠点を置いた新たなインターナショナルレーベル。 1> h 1 g h r ミュージックを創立。メンバーは、韓国から、g、ジーソール、シック K、ph-1、ウーディゴー・チャイルド、ハオン、国外からは、ユルトロン、アバター・ダーコ、ラーズ・シモン、フェレッツ、ジャーブ・デー、テッド・パークが所属している。韓国側にも、英語を話せるメンバーが、多く、よりグローバルな活動を目指している。ありがとうございます。